の幼稚園と徳の幼稚園の稲刈りの日です。朝から寒い、ね、でも稲刈りができてよかったです。今年田植えできなかったからね、本当に残念でしたけど、でもちゃんと子供たちの稲はたくさん育ってますので、今日は無事稲刈りができることに乗ってます。イエーイ、イエーイ、頑張るぞ。今から刈り方教えるよ、ね、3足す3で置きます、ね、1、2、3、ね、3本セットで置いて、でまた1、2、3で3本セットで、3足す3は6でバッテンして子供たちに置いてもらいます。なぜなら子供たち寝かり楽しいから、これバラバラにしちゃうから、だからどれが縛るか分かんないのでバッテンにします。でこれをバッテンにして、ここにある藁で、ここを見せよ、ここバッテンにして、しっかり根元握ってぐるぐる5、6回回したら、ここのねじった根元にちょっと三角の隙間があるんで、ここに力でギュッギュッギュッと入れると、こんな感じでできます。今日はこれを全部子供たちと保護者でやりたいと思います。イエイ。時間がないのであらかじめ先生らで少し買っていますあ、3密を防ぐため、津幡徳野さんと徳野幼稚園で、前後に2回に分けてやるので、あらかじめ、津幡の先生たちも来て少し買っています、ね、時間が、ちょっと限られているので、今年はちょっといろいろコロナで工夫してます。津幡徳野幼稚園の子供たちです。そこかそこなのねそこなのねさあ、稲刈りより大事な記念撮影、稲刈り。上手です。じゃあもう一回いきます。そしたらみんなもう一回お背中ピーンって伸ばして、お背中ピーンってせーのでいくよ。後ろやってごらん、後ろにポイ。はい、行くぞ。ほんと大きな声だ。せーの、稲刈り。はい、OK 出た、よかったね。そしたら今から稲の刈り方を教えます。これ何？鎌ね。これとっても便利な道具だけど危ないので、林さんの言うことをよく聞いてください、はい、ね。まず鎌はこうやって持つね。で稲を刈りますが、刈るときは見ててね、こうやって刈るんだけど、この指何指？赤ちゃん指を下にして持って刈ってください。お母さん方お願いしますね。この指は？この指は人差し指だよね。人差し指をこうやって持って切ったらどうなる？指切れるよね。だから必ず人差し指は下じゃなくて小指を下で持ってくださいね。で次、もっと大事なことね、お父さんお母さんとで一緒に稲を刈りますが、お母さんね、お母さんは下、子供たちは上持ってください。分かった？子供下で親上じゃダメよ。お母さんが下持って子供たちに上持ってもらって切ってくださいね。
あのお母さん方はもうすでにかなり長い年月生きていらっしゃるんで、あの子供たちこれから輝ける未来がありますんで、絶対怪我させないように。そして稲刈り楽しい、買ってたら周りもよく見てね。隣のお友達やお母さんの足切ったらダメよね。あの本当に気をつけて買ってくださいね。じゃあ取ってね。いったら刈り方、1本買って2本買って3本買っておきます。で次に1本買ってこれをバッテンにしていきます。2本3本でバッテンにします。3たす3は 6、 すごいね。3たす3は6でバッテンにして地面に置きます。なんでかって言ったら、みんな稲刈り楽しいから稲刈り終わった後みんなでわーって走っちゃうのよ。そうするとあれどれお米か分かんないってなっちゃうんで、これを3本ずつ買って3たす3は6でバッテンにして地面に置いてください。そしたらここからお母さん方で縛ってもらいます。藁を5、6本持ってね、藁を5、6本持ってよく見とってくださいよ。これをここでバッテンにする。わかります？バッテンにした根元を持って稲を回す。人間は回らない、稲を回すね。冗談抜きで回せない人がいます。稲を回す、こうで回したらここのバッテンのところにちょっと隙間ができます。ここのちっちゃい隙間に実は力ずくでギュッと指で入れて、だから親指痛くなっちゃいますけどギュッと入れて、でこれで完成します。でこれを後ろにも園長先生が買ってくれた稲があるから運ぶんだけど、運び方こうやって運んだらどうなる？目なし、目に刺さって痛いよね。だから稲を運ぶときは赤ちゃん抱っこ、赤ちゃん抱っこで運んでください。そしたらあそこにあのトラックがあるので、あそこまでみんなで赤ちゃん抱っこで運んでください。わかりました？はい、はい、そしたらあとは先生よろしくお願いします。じゃあ4列にやってもらっていいですか？はい、4列。お母さんたち、中入れるの今日小指を下ね、でギュッと引いて切る、硬い、切れないかま。はい、一本、一本グー。はい、あそこや。あ、そうそうそう、そうそうそう、小指下よ、小指下よ。二本、ギュッと。はい、はい。しっかり持って。先生のとこまで行って、3本で次からのバッテンだよ。3本、バッテン、バッテン、そう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 、バッテンだよ。はいはい、バッテン。はい、まいまいまい。はい、バッテン。はい、上手上手。はい。はい。ほら、切れる、切れる、切れる。はい、バッテンだな。待って、よし、上手上手。はい、終わり。俺が映ってる。俺が映ってる。いつもはね、ワクワクの子たちがいて積んでくれるんだけど、ここじゃ誰もいねえんだよ、本当に。先生と誰もいないんだ。先生と親の負担が大変。はい、どん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 。柴田徳の幼稚園の稲刈りが終わりました。これ以上刈ると徳の幼稚園の部分がなくなるのでやめさせるのが大変ですけど、揺れてるよ。なんとか無事終わりました。
はい、今日みんなのためにお手伝いしてくださった林さん、保護者会の方、理事長先生にお礼を言いたいと思います。気をつけさん、はい、ありがとうございました。はい、どういたしまして。ね、よかったね。あとは運動会かな。頑張れ。頑張れ。お母さんたちもありがとうございました。ありがとうございました。よかったね、貴重な体験できて。選ばれし人たち。あ、これ学校の園の園の自分の持っててね。はい、そしたら田んぼに到着しました。はい、前にいるニコニコ笑ってる人は誰でしょうか。林さん。はい、林さんだね。前に一回あったね。あの時はバイクブンブンブンってなってたね。さあ、林さんに朝のご挨拶をしたいと思います。みんなで元気でおはようございます言うよ。気をつけ。さあ、はい、おはようございます。はい、おはようございます。と、今日は何の日かな。稲刈り。そう、稲刈りね。そして、これは何？カマ。カマ。ね、今日はカマを使って稲刈りをするけど、これとっても便利な道具だけど危ないので、林さんのことよく聞いてくれますか？はい。はい。赤ちゃん抱っこして、あのトラックに運んでください。わかりました？はい。そしたら、あとは先生、よろしくお願いします。いいかな。3、はい、稲刈り。もっと元気出さんと。いくよ。3、はい、稲刈り。よっしゃ、最大パワーでな。お背中ピン。3、はい、稲刈り。はい、さあ始まったぞ。段取りが大変よ。さあ、最終からバッテンよ。できたみたい。それできてるよ。サンタさんできてるよ。はい、ここバッテン。バッテン。まだ1です。あと2つ。はい、2。あともう1個。さあ、はい、はい、できた。サンタさんは6でバッテン。はい、縛ってください。はい、縛れますか。縛れません。だから稲を回す。稲を回す。え、当てます。これ当てますか。当てます。豪快な回し方です。ね、でその根っこに入れる。 ね自分の指ももう挟まってるんですけど。でこの隙間にギュッと入れる、うん、ギュッとこう、ここですね。そう、力づくで親指痛くなる。ちょっと待ってください。やればできるはず。はいはい、まあ、次からもうちょっと待って。まあ、はいはい、こうしてこう、どうするんでしたっけ。で、ま、ねじる、ここ持って、はい、ねじる、ねじる、はい、ねじる。いやいやいや、稲を回す。稲を回す。そこを、押さ
さえて押さえ押さえ握って入れを回す。あ、こうこうです。あ、なるほど。入れを回す。入れを、ちょっと持って、ちょっと持って、はいはいはい、見ててここのバッテン、はい、バッテンにしたここの X を持って、はい、あのカメラ、はい、これ映ってるからも、はい、バッテンをこれかここバッテンを握って稲を回す。稲を回す、はい、なんかさっき何回も言ったよ、はい、稲を回してでここの隙間に親指でギューッて、はい、あ、できた。わかりました。縛れてるかな、縛れてるかな。縛れてるかな。ねじる。ここでいい？そうそうそう。またねじってくる。ねぐるぐるっとねじる。五六回ねじって。あ、下置けばよかった。そうそう。まあまあ女子は下かな。女子、ありがとう。林さんありがとう。女子まっすぐ。でこれを。これを。この隙間にねじ込む。親指が痛くなる。全部は痛くてもいい。全部じゃなくて、そう蝶結びみたいな感じ。あ、OK、 はい、あ、できた、できた、十分できた。やったー、ありがとうございます。頑張れ。ちょっと縛りが怪しいけどまあ、なんとかしてください、円で。全部外れたりして。いや俺の教え方悪いことだね。わあ、予備そこに置いたってやろ。うん、使ってください。足りんなら持ってって、もうちょっと。天気になりました。霊感の終盤です。
カエルが出てきた。いっぱい出てきた。カエルで渋滞。最後にカエルが集まってるよね。ヘビになってよかった。カエルだらけ。最後のところ逃げ込んでるから。カエルさんがいっぱい飛び出してきてます。すごい勢いです。さあ最後のラスト誰かあるのかな。2020年ラストの稲刈りは誰するのかな。はい、終了。みんな稲刈り楽しかったよね。これからあの稲を園に持って帰って干します。そのことをね、はさぼしって言います。言ってみて。はさぼし。そうで、今度あれを干したら今度つぶつぶを取る仕事が脱穀って言ってあります。言ってみて。脱穀。もう一回言うよ。脱穀。脱穀。うん、今日は本当にお天気にも恵まれて、楽しく稲刈りができました。はい、そしたら林さんに一緒にやって楽しかったね。ありがとうございましたのご挨拶しましょう。いくよ。3、はい、ありがとうございました。はい、どういたしまして。脱穀もよろしくお願いします。いくよ。3、はい、脱穀もよろしくお願いします。はい、天気良かった。朝寒かった。つばた8時に稲刈りしてってんよ。寒い。すごいですね。下上さん進むよ。下上さん。はい、無事終了。